Frau! Wir müssen haben.
続いて学習のポイント2、スールポンダビニョンを歌うに入ります。今度はフランス語ですよ。まずは演奏を聴きください。歌はメゾドニダンス音楽を使います。2小節の前奏に続いてどうぞ。してみてください。はい、ありがとうございます。では発音に注意してもう一度歌ってみましょう。では中東、昼寝するご主人様の横で使用人の若い女性が外水揚げがあるということを言っています。ここでの haul は名詞で漁獲だ。 And any other port in the country for the past 15 years 花咲しています。 That's same period last year. That's 来る日も来る日も連日といったニュアンスがあります。これ one after another trucksそしてトラックを確保、そしてそうすることを続ける予定です。 Until the end of the month. 今月末、つまり9月末まで。 Limit は制限。さあ、大島さん、今回のニュースで知っておきたい表現を教えてください。はい、今回は How という単語を深掘りしましょう。まずこちらのニュースのセンテンスを聞いてください。A port in northern Japan is taking in big hauls of Pacific sori. 北日本のある港はサンマの大量の水揚げを受け入れているといったことでしたよね。